はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディの河野玄太です。今回やっていくのは、小学生が解くこの問題。この図形において角度 X を求めようと。この問題、一見簡単そうなんですけど、実際に手を動かしてみると、結構難しいんですね。分かる角度からどんどん攻めていっても、この X にはたどり着かないんですよ。なので、ある補助線をうまーく引いてあげることによって、どんどん角度が求まっていって、角度 X を求めることができるんですね。その非常に気持ちのいい補助線を、じゃあどのようにして引いたらいいのか、そして引いた後にどういうふうに角度 X を求めていくのか、そのね、思考過程について、ね、2通りの方法で解いていくので、ぜひ最後までね、聞いてもらえたらいいなと思います。それでは初めに分かる角度から攻めていきましょう。まあ、例えば三角形 ABD の内角に着目すると、ここの角度が20度、80度。ということで、角 BAD は180度から引いて80度。まあこれから分かることは、三角形 BAD が二等辺三角形ということ。じゃあ次に、ね、三角形 ABC の内角に着目すると、角 A が100度、角 B が40度ということで、角 C は40度っていうふうに求められますね。なので、角 B もね、角 C も共に40度だから、三角形 ABC も二等辺三角形ということが分かるんですよ。じゃあ次、どこの角度が分かるかって言ったら、もうこれね、止まってしまうんですね。こっから先もうニッチもサッチもいかない。分かったことといえば、AB と BD と AC の長さが等しいと。長さが等しい3本の辺を見つけることができましたよと。まあそういう話なわけですね。で、こっから先はもうね、このままだとうまくいかないので、うまーく補助線を引いてあげてほしい。で、着目するべきポイントっていうのが、まずは等しい長さの辺があること。で、次に角度をね、見ていくと20度とか40度とか80度とか。まあ、20の倍数じゃないですか。ここでね、連想してほしいのが、もちろん、正三角形なんですね。この図形の中に、うまーく正三角形を埋め込むことを考えていくと、このように、AB を一辺とする正三角形 ABE を作ってあげると、うまくいくんじゃないかな、っていうふうに、まあ、なんとなく予想がつくわけなんですね。そうすると何がいいかっていうと、まずは、ね、AB と BE と AE の長さが等しいですよね。さらに、正三角形のね、一つの内角は60度なので、ここの角度っていうのは60から40を引いて20度。で、同様に、ここの角度も60度なわけだから、角 EAD は80から60引いて20度と。こういう風に角度を求めることができるんですね。じゃあ、そっから先どうするのかっていう話なんですけど、注目するべきポイントは、この点 E。ね、この点 E、今、中ブラリンじゃないですか。なので、まあ、どっかしらね、点とうまく結びつけて関係性を持たせていくと。まあ、今回、CE を結んでみましょう。すると何がわかるかというと、まず、三角形 ACE に着目したら、この角 EAC、頂角は40度で、AC と AE の長さが等しい、二等辺三角形なわけだから、まあ、このね、角 E と角 C も求めることができると。180から40引いたら140。で、その半分だから、一つのね、底角は70度と。で、この角 ACE が70度ということは、このね、角 BCE については70から40を引いて30度というふうに求められますね。次に考えてほしいのが、この BE だったり BD だったり、これらが等しいっていうね、まあ左側の方が、等しい、辺の長さが等しいっていうのをうまく活かせないかなっていうふうに考えていくと。そうすると、このね、三角形 BDC と三角形 BEC に着目してみてください。この二つの三角形に着目すると、BE と BD の長さが等しい。そして BC が共通。で、角度ね、ここが20度で等しい。ということで、合同なんですよ。中学生で習う合同条件のね、用語を使ってあげるとしたら、二辺とそれを挟む角度が等しい。二辺共角相等。このことから合同が導けるわけなんですね。まあ一応ね、合同は小学校ね、教科書にしっかりと載ってるんで、まあこのね、これと二つは合同である。まあ折り返したものだよっていうのは一応小学生の範囲ということで、ご容赦ください。じゃあそうすると、このね、二つが合同ということから、各 ECB と DCB が等しいということはわかりますね。なので、この角度も30度と。よって、角度 X は40から30を引いて、10度というふうに求めることができるわけです。
この問題のポイントは、長さが等しいっていう条件を活かして、しかも20度の倍数が多いなっていうことで正三角形を作ってあげる。そうするとますます長さが等しいところが増えるので、二等辺三角形だったり合同だったりっていうのをうまく使って導いていくと、まあ、こういうふうにね考えていくわけなんですね。じゃあもう一つの考え方っていうのは何なのかっていう話なんですけど、とりあえず正三角形作るところまでは一緒。等しい辺だったりこのね角度だったりっていうのは同様に求められるんですけど、今回チューブラリンの E を C じゃなくて D と結んでみましょう。そうすると今度はこのね三角形 AED と三角形 ACD に着目してあげると、 AE と AC が等しい、 AD 共通、この角 EAD と CAD が共に20度ということで、同様にね二辺胸角相当で合同ということがわかる。なので今回この角度 X、 角 ACD っていうのは角 AED に移動できますね。ここまで分かればあとは簡単で、今度はね長さが等しいものに着目していく。今回三角形 BDE が二等辺三角形で頂角は40度なわけなので、まあ、180度かね、40引いて半分にした角 BED 一つの底角は70度と、このように求めることができて、あとは角 AEB っていうのは、まあ、正三角形の角なわけだから60度ということで、70度から60度を引いて X は10度という風に求められるわけです。ということで今回長さが等しい辺があって、しかも角度がね20度の倍数っていうことに着目して正三角形を作っていくと、まあそういう問題だったわけなんですけど、そのね補助線の引き方非常に気持ちよかったんじゃないかなと思います。今後もこういった気持ちいい問題はたくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。